ちは、ガーラ湯沢所属ナショナルデモンストレーター栗山美久です。今回はリズミカルな小回りを練習していきたいと思います。ポイントとしては、横滑りの中で上下運動を大きく使うことが大事なポイントとなります。高いポジションにすることで足をしっかりひねることができ、低い姿勢を取ることで大きく荷重ができるようになります。そうすると、最初はゆっくり横滑りの中で上下運動を使っていき、で少しずつスピードを速めることでリズミカルな小回りになっていきます。皆さん試してみてください。少し肌寒くなってきて、もうすぐ冬が近づいてきますね。皆さん、冬のシーズンもガーラに来てください。待ってます。